うちだーつと、こいつら何にも覚えてない。やんねえし。U20 日本代表のコーチとして U20 ワールドカップを戦った内田篤人氏が、MC を務めるダゾーンの内田篤人のフットボールタイムで大会を振り返った。この大会で日本に工夫が見られたのはセットプレーだ。実際、コロンビア戦でコーナーキックからデザインされたプレーで山根陸が先制点を奪うなど、3点中2点がセットプレーの流れから奪ったゴールだった。U20 代表の一員で、番組にゲスト出演した福井にセットプレー派、うるさいぐらい言われてたもんなと話し、こうダメ出しをした。ゾーンで相手が守るなら、これがいいんじゃないかとか、これぐらいラインを上げてくるから、これが効くんじゃないかとか、我々スタッフ派、選手に落とし込もうとずっとやってたのに、こいつら何にも覚えてないから、笑い。やんねえし、それを、終わっててくさ、U20 弱かったもんな。自分の指導スキルが足りないって発想には至らないのかな。指導スキルって具体的に何よ。ほんま、うちだ、当事者意識足らんよな。コーチ引き受けたんなら、その辺の責任感持てと。海外じゃうちだが標準やぞ。その程度のことで金ならプロになるなって話。内田が A にいた時は別にセットプレーで困ったことないしな。遠藤、本田、